ほら、とでべん、はるみです。負けず嫌いの人って言いますよね。どうやってポルトガル語で表現するか知ってますか？負けず嫌いっていう、日本語のなんかこの形容詞的な言葉は、あんまり一般的にはないんですけど、説明してあげるしかないんです。負けず嫌い。どうやって説明するかっていうと、例えば、Não quer estar por baixo de ninguém. Não quer estar por baixo de ninguém. 誰の下にもなりたくない。例えば、Maria não quer estar por baixo de ninguém. 常に上がいいっていうことですね。もう一つは、もっと単純に。Maria não gosta de perder de ninguém. 誰にも負けたくない。そのままです。誰かに負けるのが好きじゃない。Não gosto de perder de ninguém. こうやって表現します。私がブラジルで住んでたカボフリオっていう街は、本当にね、競争とかそういうのとはもう程遠い生活スタイルですね。良くも悪くもです。休暇を過ごすにはもうバッチリの場所です。でもね、そういうとこに住んでると、やっぱりね、働く気とか勉強する気とか、そういうのは失せていきますね。というわけで、今日は負けず嫌い。楽にやりましょう。特に語学においては、あんまり周りと比べたりとか、私はしない方がいいと思います。したところでっていうのがある。競争じゃないです。はい。というわけで、今日2つの表現紹介しました。表現というか、文章ですね、一文。マリア・ノン・ケ・シュタ・ポフ・バイシュ・ジ・ニンゲンと、マリア・ノン・ゴ・シュ・ジ・ペ・デ・ジ・ニンゲンでした。今日もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。チャオチャオ。ベイジュ。